こんにちは、デリッシュキッチンです。マルコメの提供でお送りします。かぼちゃ 100g はラップで包み、600ワットのレンジで3分加熱しましょう。ボウルに入れ、スプーンで種と綿を取り除き、皮から実を取ります。熱いうちに潰して粗熱を取りましょう。マルコメ、米麹から作った麹甘酒の素、大さじ1を加えて滑らかになるまで混ぜます。4等分にして丸く平らに形を整え、クリームチーズ 40g を4分の1量ずつ乗せて俵型に包みます。同様に計4個作りましょう。ボウルに白玉粉 60g、 丸米、米麹から作った麹甘酒の素 140ml を少しずつ加えながら混ぜ、ふんわりとラップをして600ワットのレンジで2分加熱します。温かいうちによく混ぜましょう。まな板に片栗粉を広げ、大福生地を乗せてさらに片栗粉をまぶします。麺棒で厚さ 2、3ミリになるまで薄く伸ばし、直径10センチの丸型に抜きます。かぼちゃチーズあんに大福生地をかぶせて形を整えましょう。チョコペンで顔を描き、ミントを乗せたら完成です。種類豊富なマルコメの麹甘酒シリーズ、ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。